さあフリービューというちょっと新しい技術を使いまして、スロー再生、体をねじったところから体幹が非常に、はい、強い選手ですね。ショットメーカーです彼女は、はい、ただ今の思ったよりちょっと右に出てしまったようで、そうですね、でもそんなに大きなミスではないです。なるほど。よろしくお願いします。
手を離しました。これも、この跳ねるところがですね、本当に、はい、どのあたりに落として転がし、今ちょっとスピンがかかるような打ち方なんですよ、はいはい、左からの両線の影響を受けてスライスしましたよね、はい、6アンダーでトップを捉えました永峰。全てが合わないと、あのストローク、このボールの転がり、はい、ライン読み、3つ合わないとなかなか入らない。思えばピンチをしのいできた中身ね。今週まだボギーはありません。ここがパーしのいだ。